ではまずはじめに新型コロナの状況です。東京都の発表によりますと、昨日8月1日都内では2万1958人の新規感染者が確認されました。前の週の月曜日に比べ感染者数減ってはいるんですけれども、入院患者の病床使用率は 50% を超えています。少しでも体調がおかしいと感じたら医療機関にご相談ください。そして感染の急拡大に伴い、現在中野区新型コロナ受診相談電話がつながりにくい状況になっています。発熱などコロナが疑われる症状のある方は、東京都福祉保健局のホームページから受診できる医療機関を探していただき、直接対応を問い合わせてください。ではここからは中野区でのワクチン接種に関する情報をお伝えします。中野区内在住の18歳から59歳までの医療従事者、高齢者施設従事者の方の4回目接種が始まっています。接種は3回目接種後から5ヶ月経過した日から受けることができます。今年の3月31日までに3回目接種を受けた方には順次接種券が発送されています。なお去年の6月1日以降に1回目接種をした方で4回目接種を希望する方は接種券の発行申請が必要となります。電話、郵送、電子申請のいずれかで申請してください。感染症やワクチン接種に関する情報は中野区のホームページや公式 SNS で発信されています。ではここで一旦お知らせです。お知らせの後は深掘りトークのコーナーです。